ビアスは科学分野で用いられるグラフ描画パッケージである。ビアスはパイクとナンパイなどの Python ライブラリーを用いて書かれた QT アプリケーションである。ビアスは GPL の下で配布されているフリーソフトウェアである。ビアスは高品質のグラフを描画するために設計された。ビアスはビューズと発音される。このプログラムは PDF PostScript SVGEMF などの 一般的なベクタ形式のグラフを生成する。ビアスはクロスプラットフォームなソフトウェアであり、Microsoft Windows Mac OS Unix Linux で動作する。プロットはウィジェットのセットから構成されている。ウィジェットはドキュメントに加えることができ、ウィジェットの特徴は一貫性のあるインターフェースを用いて編集することである。例えば、グラフウィジェットは、 グラフの列を作成するためにグリッドウィジェット内に配置することができる。ウィジェットは、XY プロット、関数、コンターズ、バコヒゲズ、極座標形、三角グラフベクトルズ、データイメージなどの豊富な図を扱うことができる。ビアスは CSV や FITS などの標準的なデータ形式の読み込み、入力、編集、作成をすることができる。ビアスは Python で書かれた。 プラグインによって拡張可能である。プラグインを導入することで他の形式で書かれたデータを読み込みすることができる。また、データ処理の自動化やデータ間の様々な数学的関係も作ることができる。b i ス s はまた Python に基づいたコマンドラインインターフェースを提供する。保存されるファイル形式は単純な Python スクリプトであり、 他のプログラムからそのスクリプトを用いることを簡単にする。ビアスは l i n u x フォーマットという雑誌で取り上げられたことがあり、ビアスはカラフルで魅力のあるグラフを作れると言及された。また、ビアスは Hi-Hi Hi News の9月号でも紹介されたこともある。ビアスはサイ t e o o e a v i s パッケージの描画バックエンドとして、 使用することもできる。ありがとうございます。